どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングドン、藤井フミヤさんの True Love。 このラブソング、ラブバラードウクレレにぴったりです。ぜひ始めていきましょう。実はこの曲2016年、つまり4年前に1回取り上げてるんですけど、その時は相当わかりづらいんで、今2020年版改訂版でさらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単にやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにした入門コード4つですよ。入門コード4つでやります。これ初心者の方ぜひこれトゥルーラブでウクレレ始めてください。はい、そして後半はですね一気に難しくなります。イントロとかのメロディーも弾くんですけど、これ変拍子といってちょっと変わったリズムが登場したりとかいろいろ出てきます。はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さんウクレレ始めましょう。ウクレレだったら簡単、音楽は諦めてました、私楽器やってみたんだけどダメだった、そんな方ガズレレ方式で、今ご覧になっているガズレレ方式でウクレレだったらもうあっという間に音楽できるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見てウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。ウクレレ音楽始めよう。じゃあ行ってらっしゃい、ここです。行ってらっしゃい。そこにはもうね1400曲ぐらいのね課題曲、もう超簡単なレッスン動画すでにアップロードされておりますので、皆さんこれから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。こんなトゥルーラブみたいなラブソングをウクレレでこうしっとりこう自分で弾いて語る、最高です。それでは早速やってみましょう。トゥルーラブ、まずは初心者さん向け入門コード4つの超シンプル簡単バージョンやってみます。1 2 1。振り返るといつも藤井フミヤさんの True Love、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もう本当にこうなんつんでしょうかね、いいですよね。ウクレレの音色にもぴったり。ちょっと途中ね難しいリズム出てきたでしょ。ちょっと解説して後でねちょっとしっかり解説していきますんでご安心ください。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございまして、2番の A メロを主にちょっとショートカット させていただいてるんですけど、コード進行は1番と一緒ですので、2番の歌詞を書き足して、フルでやりたい方はどんどん書いていってください。そして、ね、今のシンプル簡単バージョン YouTube 動画とガズと一緒にセッションできたよという方、今度はですねそれをね動画と一緒じゃなくて自分で紙に書いて
書いたり印刷したりして、それを見ながらご自身だけで演奏してみるのをおすすめしております。その時にね、書き出す参考になるようにいつもガズがこうやってノートを写しております。これを見ながらガズやっておるんですけれども、今ですね、このガズクラブというサービス始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月クラブ活動費660円を頂戴しまして、今日のトゥルーラブを含む今までガズが取りためてきたこのノート額いっぱいあるんですよ。もうね、900曲ぐらい今そこにあるんですけど、もっとね今後どんどん増えていきます。その中から毎月5曲皆さんの好きな曲をお手元にダウンロードしていただけるという画期的なサービスがもう始まっており、もう500名以上の、メンバーになっていただいて、ご活用していただいております。で、このガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にもクラブメンバー限定のオンラインライブ配信月2回開催です。はい、次の日程こちらになってます。次はアニソン特集です。これまた盛り上がるんですよ。前回もやったばっかなんですけど、もう世界中からねオンラインですから参加していただいて、もうね本当にね、もうなんか変な気持ちになるから、もう大人数で大合唱するわけです、オンラインで。はい、ぜひ皆さんそっちもお願いします。あと SNS 非公開の SNS の中でガズが毎朝7時からガズラジと称してラジオ放送をしているんです。このラジオ放送がもうね本当にいいこと、もうレッスン動画もレッスンのこととか、あとあの演奏もねいっぱいやってるんで、ぜひそっちも面白いし、 SNS の中でいろんな質問に答えたり、いろんなやり取り、あとは皆さんの演奏動画をアップロードできるところがあったり、盛りだくさんです。ガズクラブご検討ください。それではノート見ていきましょう。 True Love 2020年改訂版、はい、ここイントロって書いてあります。このイントロはですね、今のシンプル簡単バージョンはショートカットしたんですけど、かっこいいバージョンではバッチリこれやっていきます。ここが面白いところでございます。はい、でこんな感じで今さーっと見せる。コード進行は入門コード4つですからね、とにかくコードは簡単です。はい、そしてちょっとこんな感じでさーっといくんですけど、これ、一時停止してこれメモっていただくか、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、ガズクラブでゲットしていただければと思うんですけど、ここサビなんですけど、ここ見て丸1は 1回目にあるとこに、丸2って書いてあるとこはこれ歌詞が変わってきます。こんな感じで表記してて、で構成としてはサビをこうやってここまで、ここやるんですけど、ここ見て遥か遥か遠い、ここのところ2拍3連というリズムで、ちょっと面白いリズム、遥か遥か、この言葉と同じリズム、タタタタタタ、これ2拍3連というんですけど、はい、これをやってここ見て、1回目はウォー夢見てたになって、ここ行ったら今度ここからサビに1回戻りますね。もう1回サビに行きます。でサビって今度丸2だから2回目だから丸2に行って、ここまで来たら遥か遥かを超えたら、今度はここ2回目のこっちにウォーをこっちに来ると、そうするとこっちにラストのねちょっとコード進行また変わってくるんですよ、エンディングで。でここちょっと長めにやって終わったというのが今のガズレレの簡単版だということになります。はい、じゃあコードの解説どんどんやっていきましょう。はい、今やったシンプル簡単バージョンこれですよ。 C と Am、 F と G7、 入門コード4つ、これはもう嬉しいやつですよ。もう初心者さん、まずコードは弾ける、一緒に歌えるかどうかっていうのは別問題にして、コードはね簡単ですからね、とにかくこれは良かったということなんですけど、ちょっとね一応いつもの流れでかっこいいバージョンでここに D7 っていうのが追加されて、こう赤いのはちょっと個別に説明していきますけど、今映ってるこの4つとこれ1個、これはね超入門コードのグループ、このガズレレ必須コードというグループのメンバーです。このガズレレ必須コードというのはウクレレ やり始めた人に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ10個なんです。これね10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、10個ねいっぺんに覚えるのは難しいんですけど、まずこれ覚えてもらいたいんですよ。そしたらもうほんといろんな曲できるようになります。私がこのガズレレ必須コードめちゃくちゃ分かりやすく解説してます。ここのリンク先行ってコードの勉強してください。はい、ここはね必見ですからね、楽しく覚えていきましょう。今日そこでだから、入門コードだからな、ウクレレ覚えた日に始めるこの4つのコードですからね、途中で出てきたリズム2拍3連っていうのをちょっと一応ここでもやってみましょう。ほい、僕らはいつも遥か遥か遠い未来を、こんな感じ、ハンダ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 ン、これねリズムで取ると遥か遥か遠い未来を、これを2拍3連と言います。今のちょっと大げさに溜めてやったんですけど、ここねちょっとあの普通のリズムと変わるんでご注意です。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていきましょう。でさっきも言ったんですけど、 D7 これはまあちょっと入門コードなんで省くとして、はい、これですね C アドナインスって言うんですけど、これね二つこう、C アドナインスって二つ押さえる場所もあるんですけど、今日はこの一弦を使った C アドナインスっていうところに行ってみましょう。つまり、ここです。一弦の5フレット押さえて全部弾くと、いい響きです。これ C アドナインス。もう一個の C アドナインスを普通に C を押さえておいて、二弦の3フレット、これでもいいんですよ。オクターブ
違いの音なんで、まあ、今日はこっちの方が響きがいいかなと思うように1弦の5フレットを使った C アドナインスいきます。あともう1個、C の AUG オーギュメントですね。これはほんと一瞬出てくるだけなんですよね。ここですね、ここじゃんじゃじゃ下ってくるところ、これよく出てくるんですよ。あのかっこいいコード進行のもう典型ですね。 C とここの1個さえこうですね。使い方としては Am からこうやって CAUG に行って C から Dm だんだん降りていくコード進行みたいなイメージの時に使われます。これをかっこいいバージョンでは取り入れていきます。さあリズムです。リズムはですね、8ビートと8ビートのチャ、この2つのリズムを織り交ぜます。前半は8ビート、今チャが入らないやつ、ゆったりしたで、途中から君だけ音のとこから8ビートのチャで盛り上げていこうということでございます。8ビートはこんな感じゆったりですから、この曲早くならないように注意して、ここに8ビートチャが入ります。はい、この2つのリズム、はい、解説している動画、このリンク先行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、8ビートと8ビートじゃそれぞれ動画で濃厚解説になってますんで、リズムがね弾けるようになるともうほんとストロークって言うんですけどね、楽しいんで、ぜひこれリズムマスターして弾いてみましょう。あとこのマーク、シンコペーションリズム出てきますね。このシンコペーションっていうのはリズムが前にズコーンと食い込んでくるということなんですけど、このシンコペーションの解説をですね、ちょっと前にやったばっかりなんで、さっきのリズムいろいろのところに下の方に行っていただくと、シンコペーションマーク、このマークの解説で動画ありますんで、よくわかんない方は見ていただきたいんですけど、このシンコペーションがサビで出てくるんです。ちょっとやってみましょうか。君だけを信じて、 G からドーン、 Am からドーン、はい、今みたいにゾーンドーンと食い込んでくる、これがね気持ちがいいんですよ、できるようになると。はい、このシンコペーションマークがサビで出てきますよということでございます。そして今日一番注目ポイントがイントロダクション、ちょっと聞いていってください。これね、ちょっと分かりづらいかもしれないから、まずに最初やってみるね。ワン、ツー、スリー、フォー、これがイントロです。あれって感じじゃないですか。これね、変拍子って言うんですよ。変わった拍子、つまり普通のリズムじゃないと思うんです。ちょっとね、私口で言いながら手拍子してます。せーの、テン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 、わけわかんないでしょ。これはね、4つと3つって考えるとわかるかもしれない。ちょっと聞いてくださいね。1,2,3,4 1,2,31,2,3,4 1,2,3っていうリズムで考えてみてください。それじゃあちょっとね、口で言いながらボディで 1,2,3,4 と 1,2,3 叩く位置変えてます。でん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  1,2,3,4 でんでんでん 1,2,3,4 でんでんでん、こういうの変拍子と言います。これ乗りづらいんですけど、あえてそれを狙ってやってるということでございますね。で、今のこの、なんじゃこりゃって感じじゃないですか。はい。これ、タブ譜です。タブ譜。この読み方わかるかな、わかんない方はここに行ってタブ譜の勉強をしてみてください。この読み方わかるといいよ。一応言うと、2弦の7フレット、2弦の8フレット、1弦の10フレットを、こんな感じ。で、ここね、結構難しいです。ちょっとまず最初 C アドナインスだ、あ、C、あとアドナインスだから、ここのね、1弦の5フレット押さえてるでしょ。で、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。これは8ビートみたいな感じですね。じゃんじゃじゃんじゃじゃんって伸ばします。はい。ここまでは OK かな。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。うん。一回、うんって溜めて、7、8、10。2弦の7、8、10なんですけど、これね、C アドナインスのこの音が伸びている間にこのメロディを入れたいんですよ。ちょっと聞いてて。あ、ちょっと失敗した。このね、タタタンってやってる時に、この3人と4人の響きが鳴ってるのがかっこいいんですよ。わかる？この音が残ってるわけ、響きが。だから、あのね、あんまりこの右手をでこう、他の弦に触れないように、おっかなびっくりこう弾かないといけないんですよ。そして、2弦の7、8、10なんだけど、この8と10の時も、こんな風に音がお互いかぶっちゃっていいです。この音が、最後までこう和音になると気持ちがいいんですけど、ウクレレってそんなに音伸びないからね。
ちょっとこれはの何回もやるしか多分ないと思うんですけどね。はい、キーポイントは、4拍と3拍の変拍子が連なってて、そしてですね、音を伸ば、その響きの中で C アドナイスのコードのが流れてる中でメロディーを弾きたい。これですね。これが今日一番難しいやつです。そしてちょっと丁寧に弾きたいですよね。このトロロンの最初の1回目はこうトロロンとやるとか、はい、このリズムゆっくりゆっくり何回もやるしかないんでございまして、でタタタって相当伸ばしてギリギリまで引っ張っといて、バッとこうまた C アドナイスに戻す。これ早く切っちゃうとこうなります。これだとちょっとね色気がないじゃん。ギリギリまで伸ばしてる。ここで、ここの、このガーッと伸ばしてパッとこう、そのスピード感とか、これなかなかでやってみたらわかると思いますけど、ゆったり聞かせるのには相当こう、熟練のトレーニングが必要だと思うんですけど、楽しんでやってみましょう。はい、そんなわけでこのね、全体のリズム、この途中途中でイントロのメロディーが入ってくるんで、またね、こう一回心の整理が必要だと思うんですけど、イントロ終わった後もね、またこれまた出てくるんでね、はい。あとはそれで、はるかはるかの2拍3連のところのリズムとか、ちょっとリズムがね、このクイックはちょっとこのキーポイントになるところが多いので要注意なんですけど、やっぱりこの歌詞をよきと、もうど真ん中のね、ラブバラードですから、本当にド直球で思いも一緒に歌っていきましょう。やっぱり 歌中心ですから、あんまりこのこういうのにね、とらわれすぎちゃって歌がね、なんかおざなりになっちゃうのもちょっと残念なんで、両方バランスよくね、こうね、こう上に行けるといいんじゃないかなというふうに思います。それではやってみましょう。藤井フミヤさんの True Love ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 3, 4True Love ガゼレレレかっこいいバージョンやってみました。あのイントロのあのフレーズがですね、やっぱり
心にこうクッとくるんですよね。こう大陸っぽいなんかこうさーっと弾くようなあの独特の旋律というかね、あれがたまらないです。その中にあのメロディーと歌詞、ラブ、トゥルーラブですね。皆さん大いに歌ってまいりましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。その時にこのガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。今日のね、シンプル簡単バージョン横入門コード4つですからね、もう初心者の方でもどんどんできる、みんな巻き込んでね、次会う時にはみんな笑顔で音楽できるような、そんなのが、ね、素敵かなと思います。ガズレレ YouTube ご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、今大好評予約受付中です。ご興味ある方ガズ公式ホームページからちょっと覗いてみてください。そして今現在ご注文いただいてお待ちいただいている皆様、大変お待たせしております。今日もベトナムでモジャ君はじめベトナムの G ラボチームがもう本当愛を込めてね、このウクレレ生み出しておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもん入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。